植松家は、日本の久家。村上源氏若枠家の文家、千草屋加祖の千草有能の末を、植松正長を外する。道場源氏十夜の一つ。価格は、うりん家。明治維新御家族に列し十代正則が、死者区に除せられた。江戸時代の家録は百三十国。家業は、家道で、今日に至るまで、代々の当主が、 日本聖火師小月堂古流の家元を継承している。墓所は、浄土宗代元山今海光明寺。現那六年二代将軍、徳川秀忠の御女和子が、小水の天皇の女子として受代した際に持参した、化粧料一万国の一部を当てることにより、新たに三屋の区下が創設された。そのうちの一家が、植松家である。三代高政は法暦から、 明和の頃に、小月堂古流を創立した学僧の是神剣一郎に、支持していたが、後継ぎのなかった一郎から工事を託されると、初代家元として、流派を継承。以後は、代々の上松家当主が家元を継承して、当代十二代目家元の十四代正房に至る。安政三年、七代目家元の九代画元が、公明天皇に生け花を献上したところ、 これを大変喜んだ天皇から、日本の生け花の司であれとの報酬を賜った。そこで、我元は以後、この日本聖火詞の五文字を冠した日本聖火詞、正月堂古流を正式な有名とし、分流した各流派との区別化を図った。縦実践は実詞、縦転線は用詞。 国立歴史民族博物館の急行給料取り調べ庁データベースによると、幕末期の植松家領は山城国続き軍内里村のうち130国であった。ありがとうございます。